誰が一番プレイボーイ。あードカーン、ドカーン。はい、みなさん、こんにちは。こんにちは。飲みたいと思います。アロエ、アロエ、ハニー、ブルーベリー、ストロベリー、オリジナル、ピーチ。これめっちゃくちゃ美味しいよね。じゃあ今日、じゃあ今日どれにする？今日はアロエ、ストロベリー、ブルーベリー。あー、一回じゃあオリジナル。オッケー、飲みましょう。はい、いただきます。これマジでなんか食感がめっちゃアイスクリーム、マジでクリーミー。お願いします。うまい。おー、お願いした。おー、そこで落ちないからね。つまり超濃厚ってことだよね。うまいし、健康にめっちゃいいね。一番いいわ。プロテインとかめっちゃ美味しいよね。あと腸内しか整えてくれる。そう、腸内しか。え、なんか持ちやすい。あー、確かに確かに、持ち運びがしやすい、ね、そうそうそう。じゃあやろうか。はい、ね、はい。で、今回は指さすね。うん、書かないけど、ね、はい、オッケー。はい、まずはね、はい、誰が一番プレイボーイ。あー、1、2、3。はい、いや、大塚でしょ。トモヒロ。絶対トモヒロ。いや絶対トモヒロでしょ。違うな。で、じゃあ理由は自分を指差したくない。前回と同じこと言ってる。前回は浮気しそう。誰が一番浮気をする、まあ、しそう。浮気をしそう。絶対俺だろ。トモヒロ。まあ、なんか浮気とプレイボーイの関係あるからね。しないし、したことない。関係がある。したことない？ない、もちろん。まあでもね。なんか彼女はいつも一人？そう、もちろん。付き合ってなかったら何人かするの？別にね。ほら、そういう発言は俺はしない。やっぱ不審のプレイボーイじゃないとこういう発言はできないから。まあもしかしたらお疲れね。そうだよ。はい、次はね、なんか皆さん中国語立てる。誰が一番中国語うまい？俺らだってさ、1年生の前期で終わったし、終わったしな。123ジェロン、ジェロン、うん、じゃあ自己紹介できる。 My name is Jerome とか My name is とかできる。忘れたわ。覚えてる？ウォジャオ、ジェロン。あー、ウォジャオバンチーユリアン。なんだっけ名前。ウォジャオバンチーユリアン。それ何？私は坂崎裕介です。あー、中国の名前。もう一回、もう一回。バンチーユリアン。何がおもろい。もう一回バンチーユリアン。なんか江ノ下語でバンチーはオカマ。おい。言えそうなの。オカマじゃありません。男です。じゃあ止めるわ。覚えてない。ウォジャオなんていうのみたいなやつでしょ。ウォジャオが分かった。なんだっけ。マジで覚えてない。もう何も覚えてないもん。だって1年生の天気2ヶ月ぐらいしか授業取ってなかったから。あ、ね、はい、誰が一番お金使って物買う。はいはいはい、なるほど、なるほど、なるほど。1、2、3。ユースケ、ブラージェロン。全員別に全員違う。全員違う。なんか俺はユースケめっちゃ靴そうね。じゃあユースケめっちゃ靴、ちょっと靴好きだから、まあ普通になんか、うんうんうん、でもオスカは、うん、なんか MacBook とか iPad とか、うんうん、新しく買うでしょ。服めっちゃ買うよね。そうそう、服とか。そうね、なんか2回会って2回自由の袋。はい、また自由です。服めっちゃ買う。そうね。で、トミロのリオ、トミロはなんだろうか。まあ、なんかそんな感じがする。トモヒロな、どっちかって言っても物買うっていうより旅行に行って金飛ばすみたいな感じ。ああ、旅行めっちゃ行くわ。確かにそうかも。旅行とか遊びとかめっちゃ合う。で、前回そのダウンジャケット8万円。そうね。まあ、そうね。そうね。そうね。まあ、2、3年に1回の高いものだから。いや、あれは5年ぐらい着れるダウンだから。ああね。そうね。踏ん張ったしたね。で、あれはその時ジェルムしっかり高いやつ買うじゃん。そうか。でも俺はいつもなんかいるもの、撮影にいるとか、まあ、そうカメラとかね。いや、服とか全然買わんやん。服はあまり買わない。服は確かに。いや、服もでも買ってるって感じ。
てるって言って、まあ、お値段は安いやつ買うじゃん、うん、ジェラムいいやつを買うから、ね、海外から買ってきたやつとか、あそれはスペシャルエディションだから、ペーパーハウスのやつ、そう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 、ああいうやつとか、なるほど、ね、スペシャルだけ、うん、はい次、はい、はい、誰が一番真面目、ああもう俺でしょやっぱり、うん、えっ、ゆうさん、いやこれこっちかな、やっぱこっちだわ、自分ではないわ、俺かな、なんで俺かな、なんでサークルとかは死ぬほど真面目にやってる、あなんか、まあ、俺は勉強と YouTube な、うんうん、まあそうね、この YouTube をやっぱ続けてきたのもやっぱジェロかな、まあやっぱり真面目だよね、お前嘘、おめ嘘が上手い、褒めすぎは良くない、嘘が上手い、調子乗るから嘘が上手いな、今嘘ですけど、うわまあまあまあ真面目です、今は真面目だね、でもそれが成績に表れてますからね、そうそうね、そう誰が一番自分高い、いい爪だ、うわーえじゃねえよお前ごめんごめん、はい、じゃあ俺一個言っていい、いいよ、じゃあ誰のお父さんが一番年齢高いか、あーあえむずっ、あそもそもゆうすけと大塚のお父さん見たことないし、俺も、じゃあ松本さん若そうだな、いや、1、2、3、年齢高いか、年齢が高いか、高いと思う、自分自身高いのは、じゃあ52か3で55、俺何歳だ、自分のお父さんが年齢分かんないの、53かよ、55、54、あ、54なの、同じぐらい、なんか、ジェヒアいるから、そうね、ジェヒアは、ね、2日上だよ、23？ 違う、24、あ、じゃあ俺の姉ちゃんと一緒だ、そう、あ、そっかそっか、俺の姉ちゃん一番上だと思って20、今年5なんだよね、あー、そうなんだ、じゃあ俺のお父さんが一番上か、55、いや、ジェヒアも今年25、あ、そう、ジェヒアの多分同い年、俺のお父さん55だから一番上か、一番上、あ、そうなんだ、1966かな、そうだね、そうだね、67、あー、じゃあ誰が一番将来ハゲそうか、ハゲそう、1、2、セレスティ、セレスティ、俺もハゲそう、え、マジ嘘でしょ、見て見て、ハゲねえ、こんなハゲるでしょ、いや結構毛ある、濃いもん毛が、めっちゃ濃いよ、俺薄いもん、いやでもな、あ、そっかそっか、なんか柔らかい、やめろやめろハゲがバレる、ハゲがバレるでしょいや、なんかこれだったら猫が広いんだよね、そうだね、だってさ、この前なんかさ、おでこの傷の話したじゃん、ハゲそうやないか、ハゲとるやないか、お前そうか、そうか誰が一番部屋綺麗、部屋綺麗か、なるほど、あ、なるほどね、オッケー、オッケー、1、2、3、ユウスケ、ユウスケか、ユウスケ、俺かな、まあ、なんか思うのは俺か、ユウスケんち結構広いじゃん、あ、まあ、だから綺麗で、大塚んちはまあ若干狭いけど物はめっちゃ整ってる、そう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 、ね、いや俺は多分意外と汚いけど、その、俺は、俺は、お前は汚い、あー、まあ、カオス、論外もうマジで汚い、そう、もうジェロムち扉開けたらもう、うわ入れない、マジでそんな感じ皆さんそんな感じですマジで汚い、おい次誰が一番なんか怒りやすい、あー全くやな、そう、大塚、まあ、これはね、大塚よく怒るよね、大塚ね一番ね、これはね怒るよ、もう短期だもん旅行の時とかよく怒ってたね、そう、聞かないの、ずっと怒ってたずっと怒ってた、そう、ずっと怒ってイライラしながら運転したら、Guys tadi kan Tomo yang nyetir kan, kenapa? karena nabrak tembok, jogang なんでで、イライラしながら運転してたらピーポーピーポーまた出たまた出た怒るかったな、いい思い出や、あー、イライラするわ今イライラするわ
じゃあ誰が一番いじられてる？もうやったやん今これ。姉さん。おつか。最近ねインスタのアカウントを取られちゃって。前回は俺。なんか携帯？うん。あそう。携帯でしょ。スノボでしてね。携帯なくしました。HP ku jatuh di tengah jalan, enggak tahu di mana. Terus kita tadi udah cari dua kali dari atas ke bawah, cari enggak ketemu. Soalnya salju kan. Enggak tahu gimana deh. Jatuh. Enggak sadar. Saat sadarnya baru di bawah, pas aku mau pegang HP kok enggak ada gitu. Ya bye. え、なんかね、その時は大塚でしょ？なんかその事故とか、そう、旅行の時は大塚、で、その後のウィンターチップはジェローム、で、また大塚。やっぱ戻ってきちゃったね。いや、多分次ジェロームだよ。いや、次にすげえかな。俺か、俺はないよ、多分。落ちたと思うけど。管理が徹底されてる。シャツ大丈夫だから。俺は管理が徹底されてる。じゃあ、はい。あ、この中で今着てる服が一番高い人。おぉ。これじゃね。これいいよか。いくら？だいたいこれ5000円ぐらい。高っ。俺これ実は1500円ぐらいだった。その多分これ2000ぐらい。俺は分かんない。これは誕生日プレゼント。ああ。だから、まあ一番高いかな。プレゼントだね。なるほどね。プライスです。プライスです。プライスですね。じゃあ次の質問は、お風呂に一番入るのがめんどくさがりそうな人。ああ。風呂ぐらい入れよ、マジで。じゃあ、一斉。じゃあ、しかおらん。絶対そう。俺、お風呂大好きだもん。俺もお風呂大好き。そう、みんなお風呂めっちゃ大好き。日本人お風呂大好きだよね。本当に。毎回湯船浸かるもんね。浸かるなら毎回俺も浸かるわ。確かにね。一人暮らしだとなかなか浸かれないもん。そうそう。俺はさ、寒い時は入らなくてもいいかなと思う。なんで？なんで？なんかこれ家めっちゃ寒いじゃん。で、お風呂入ったら出たらやばい。ああ、そう。まあそうだけど、入ってるその瞬間ね、温まれればいいじゃんね。あ、で、その出る時の辛さ。暖房ガンガンにしたり。まあね。はい、解決。じゃあ。でも電気代かかるから。電気代そんなかからない。はい、10円とかだから。そんなに。はい、次。はい。はい、じゃあこの中で一番誰がビビリか。はい、なるほど。そこに難しい。いや、痛くだよ。え、嘘？え、本当に？嘘でしょ。俺、痛くなんだけど。1、2、3。ゆうすけ？え、俺、ともひろ。俺か。俺じゃないの。俺、そんな？え、なんかさ、ともひろ、俺めっちゃビビる。ホラー苦手みたいなの言ってなかった。あ、まあホラーは苦手で、お化け屋敷じゃないわ。なんだ幽霊スポットみたいなさ、行こうって言ったら絶対嫌だって言ってたから。まあ確かに絶対嫌だな、幽霊スポットは。俺はビビる。自分で開けてたもん。そう、なんかゴキブリとか。あー、マジで嫌い。なんかこの前の横する時、なんかめちゃビビったじゃん。そのフォックスフィレッジのやつ、なんかドメロが俺の足。あー、じゃあこれでいいや。うわっ！俺これでパクってする。俺マジで。うわ！俺マジで。あれ怒るだろ。そう、マジで言うる。あ、じゃあはい。はい。じゃあジェローム以外の3人、この3人で誰が一番そのインドネシア語の早口言葉がうまそう。ああ。絶対トモヒロ。ジェロームもさしていいし、俺らもさし合う。1、2、3。俺な気がする。じゃあやってみるか。お願いします。これ。トンカッ、コンタクト、トンコロ。トンカッ、コンタクト、トンコ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 。3、2、1。トンカッ、コンタクト、トンコ。トンカッ、トンカッ、あ。もう一回。トンカットコンカットトンコ、トンカットコンカットトンコ。もう一回。トンカットコンタクトトンコ。トンカットコンタクトトンコ、トンカットコンタクトトンコ、トンカットコンタクトトンコ。すごい。じゃあ行きまーす。トンカットコンタクトトンコ、トンカットコンカットトンコ、トンカットコンカットトンコ。何それ。
コンタクト。いけるでしょ。いやいや、コンタクト。トンガコンタクト。コンタクト。コンタクト。トンガコンタクト。トンゴ。トンガトンガコンタクト。トンゴ。トンガコンタクト。トンゴ。オッケーオッケー。オッケー。いいね。むずいわ。トモヒロすごいわ。じゃあ、あれやってみるわ。トンガコンタクト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 。え、ちょっと俺もそのスピードでやっていい？トンガコンタクト。ごめんなさい。誰が一番キャンパスでそのオーガニゼーションにそのサクティブか、そうサクティブ、一番アクティブ、アクティブか、なるほど。1、2、3、俺かな。でも大塚もやってるよね。どっちかだと、どっちか、そうだね、どっちか。俺は入らない。ユスケは、俺はまあゆったりやってる。そう、この二人かな。なんか忘れなさいとかも、そうね、たくさんしてるから。でも松川はなんか幹部長に入る。幹部長はやってないけど、2年生の時の学園祭の統括とかやってたから。そうだから。でも友博は幹部長だからね。今年に関しては俺の方がやってるからね。そうね。はい、最後ね。はい、誰が一番寝やすい。寝やすい、寝やすい。どこでも寝れるから、ね、結構みんな寝てるぞ。そう、結構みんな寝てる。俺以外はね。じゃあ1、2、3。俺かな。あ、マジ。ユースケだと思う。ユースケかな。俺マジどこでも寝れるから。そう、あいつも寝てるわ、こいつら。ほんとすごい。で、首も片手の筋肉。そう、そのジェヒアにどこでも、ね、寝れる。そう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 。まあでも、トモヒロも結構どこでも寝れる。結構寝れる。トモヒロもそう。羨ましいわ、この二人。全然なんかね、場所を問わないね、本当にどこでも寝れる、うん、寝ていいよって言ってくれたら、あざす。あざす。はい、イエーイ。はい、質問終わりました。はい、でも歌唱しましたね。完食しました。めっちゃうまい。皆さん買ってみてください。美味しい、うまい。ガチうまい。はい、それじゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録、シェア、お願いします。お願いします。年内いつでも頑張りましょう。はい。じゃあまたね、またぶ、ジワー。